死と継承は、キリスト教において、イエス・キリストの実機弟子である十二使徒に直接に、連なりその教えを継承するという信念を言う。死と継承であることを、死と継承性という。日本語の観光としては、死と継承の語自体は主にカトリック教会の用語として使われ、正教会では用いられない。正教会では単に、死とのということを好む。カトリック教会でも、 使徒継承の語は通常は使徒的と訳されるアップストリカスに由来の訳語として使われることもある。使徒継承は教えの正当性に関わる概念であるが、制度的にはキリスト教教会の聖職者の地位の正当性をめぐる概念である。使徒継承教会と広く認められるのはカトリック教会、聖教会及び東方諸教会である。カトリック教会と 正教会において、使徒継承は、文字通り、イエスの時期で死である使徒の教えの確信をそのまま、現代まで伝え、今なお保持しているという意味に返される。性教会や一部のルーテル教会などプロテスタントの中にも使徒継承を辞任する教派があるが、他教派からは、必ずしも認められていない。ほとんどのプロテスタントはそもそも死と継承性を主張せず、 また他から認められることもない。初めて使徒継承の概念を明確に主張したのは2世紀の五教科エーレナイオスであった。エーレナイオスはグノーシス主義反爆において使徒たちの伝えた教えをそのまま伝えていることが教義の正当性を見分ける基準であるという考え方を表明した。この考え方の聖書における根拠は使徒原稿録一章のマティアの任命などの 使徒たちによる教会の手術の役職者の任命、また、パウロ書簡などに見られる、直接聞いたことに従うすなわち使徒たちからの伝承を伝える要求などに求められる。一方、こうした見解を取らない教派では、これらの間接的な根拠を知り添けた教会の使徒継承性の主張そのものも、聖書より伝承に依拠した解釈とみなして否定する。使徒継承の形式的な条件は、 使徒ないしその後継者から、教会の職に就く者が認ぜられることにある。これを、除解、ノブ品などと呼ぶ。ここでは使徒に、キリストが与えた権威は、後継者らによって継承されていくと信じられている。ここで言う使徒の後継者とは、監督、後世の教会用語では、主教、司教であって、彼らは、複数人で他の司教、司教を任じ、あるいは単独で、被災や助くさい、 女性を認じることができる。その際、先任者が手を置くことによって任命がなされ、霊的な力が神から与えられると信じられている。宗教改革以前から存在する教会では、この儀式は、機密、秘跡の一つとされ、神の力が直接に働く神秘であると信じられている。一方、 プロテスタント教会の類似の登用儀式である暗主はサクラメントとして行われているわけではなく、除解をサクラメントとみなす教会からは似て異なるものとされる。元のカトリックの組織を保持しつつ分裂していった。したがって自派内にカトリックの司教として除解された者がいた。聖公会やルーテル教会などの使徒継承性の主張についても、これらの教派が 除海の非籍性を否定するために、除海の非籍性を重んじる立場からは、死と継承性の要件を書くとみなされる。例えばカトリックは19世紀に聖公会の死と継承性は有効でないとする判断を公表しており、この立場は現代でも踏襲されている。死と継承性を主張する一部の教派を除き、プロテスタントでは一般にアポストリ系すなわち、 使徒的という言葉を精神的な意味での見返し、歴史的連続性を不可分の要素とする使徒継承性の意味では解していない。むしろ積極的にそのような連続性の必要を否定することすらあり得る。これは古代教会との歴史的な連続性を持たない教派にはむしろ自然な解釈と言えよう。二階ヤコンスタンティノポリス心条によれば、教会は正にして、一。 公にして、使徒的であり、使徒的であることは、教会の不可欠な要素だからであり、しかも宗教改革直後に成立した教派は、この心情を肯定的に捉えていたからである。その時、使徒的の意味が問い直されることは、避けがたいことであった。事象としての使徒継承は、歴史的な連続性と競技上の連続性の双方が従って、 教会の純粋性がイエスにまで遡るという自負を言い表すものである。この語は、ニカイア・コンスタンティノポリス信条の定義引用に典型的に示されるように、キリストの弟子たちの教えをそのまま伝えているという信念の表れであり、ゆえに教会にとっての微笑でもある。アルメニア・シト教会のように自派の名称に取り入れる教会があるのは、その一端である。 死と継承協会とそこに帰属する個々の教会共同体の歴史的連続性の確かさは個々の教会によって異なる。エルサレム教会のように一世紀から確実に存在していた教会共同体を継承するものもあれば、インド正教会のように極めて古い起源を持つことは確実であるが、その起源が伝承に包まれているものもある。また、公認後に 教義の違いから分離したものについても、分離の時点で生じたわけではなく、その中には、コプト聖教会のアレクサンドリア教会や、シリア聖教会のアンティオキア教会のように、あまりに古いためにかえって、創建の事情が定かでないものすら存在し、初代教会へまで遡りうる古い伝統が保持、されていることも注目される。最も厳密な意味での死と継承性は、競技における、 連続性を保障しかつ主張するものであるが、各教派は、自派と異なる教義を有する、他のいくつかの教会に対しても、使と継承性を認める傾向がある。他の教会の使と継承性を認めるとは、単に組織としての連続性を認めるということに、とどまらず、他の教派が教会としての一定の正当性を持つ、ことを認めることでもある。したがって、エキュメニズムの流れの中で、 他教派の死と継承性の確認も論点としてしばしば取り上げられてくるようになった。基本的に宗教改革以前から存在する教派同士の間ではその死と継承性は争われない。例えば、正教会や東方諸教会がローマ教皇が正当なローマ主教であることを否定するということは起こらない。ことに伝統的な管轄地が重ならなかったカトリック教会と 聖教会の間では、互いが使と継承教会であるという認識は、他の対立にもかかわらず、常に維持されてきた。一体に、非プロテスタント教会は、歴史的起源を同じくするため、細部においては、解釈が異なるものの案外に多くの教義と伝統を共有している。さらに20世紀以降、教会は、本来一つであるという理解。 現在の分裂状態をむしろ異常とする共通の理解のもとに、それぞれの間で相互理解が模索されつつある。とはいえ、1600年間に開いた際も大きく、その道のりは必ずしも平坦ではない。したがって、互いに死と継承性を認めると言っても、他教派の聖職者が自教派の信者にサクラメントを与えることや、またその逆は一部の例外を除き禁止されている。 さらに、各教会の相互評価も非対象であり、例えば1960年代以降、カトリック教会は、自派が使徒継承教会と認める、東方教会の信者に、制約府ではあるが、生体配慮を許し、またそのような教会とのミサの共同指式を一定の条件下に容認するが、対象とされている教会では、フィリオクエ問題やローマ司教の修正など、 教義理解の違いを重大とみなし、カトリックでの生態配慮を信者に禁止するといった現象が生じている。カトリック教会から分岐した聖公会は、カンタベリー大主教を通じた自派の使と継承性を主張しているが、他派からの判断は分かれている。1888年に調印され使と継承性を主張した聖公会のランベス公領に対し、 カトリック教会は1896年、レオ13世が教皇書館、アポストリチェクーレをもって、成功改正職くらいの有効性を否認した。カトリック教会は、現在もこの立場を取っている。2000年の教理書を宣言、ドミヌス・イエズスでは、東方教会の使と継承性を再確認するとともに、宗教改革で分かれた教会は、除海の筆跡を格とし、 その聖職制度がカトリックの視点からは有効でないとする立場を示している。また、2007年には、教会論のいくつかの側面に関する問いに対する、回答という教皇調教理書の文書を発表し、その中で、首都継承のある東方教会は、部分教会すなわち、地方教会ではあるが、ローマ主教であるローマ教皇との交わりにないために、 部分教会としての条件の一部を書いており、さらに16世紀の宗教改革から生まれたキリスト教共同体は、使徒継承による司祭職の秘跡を書くため、固有の意味で、教会と呼ぶことはできないとの見解を示し、プロテスタント教会など、キリスト教の他の教派から批判された。一方、聖教会では、1923年にコンスタンティノープル宗主教が聖公会の死と、 継承性を認め、その聖職意を承認したが、すべての聖教会がこの決定に追随したわけではない。ただしこの承認は同時に限定的なものであって、聖教会に聖公会の聖職者が回収した場合は、聖職者としてではなく、平身ととして扱われ、新品機密を受けることが必要とされる。これは、主に聖公会での暗種が、聖教会の新品機密とは、 同等と認められないことによっている。第一バチカン公会議後にカトリック教会から分かれ、自身をローマの主意権に服さないカトリック教会とする復古カトリック教会も首都継承性を主張する。復古カトリック教会と聖公会とは20世紀初頭からフルコミニオンの関係にあり、ローマカトリック教会とは独立ながら普遍的的な信仰を保持するとの自己認識を持っている。 プロテスタントの中では、スカンディナビアを中心とする一部のルーテル教会も、死と継承性を主張する。これらの教会は、1994年、ボルボー共同声明に調印し、各参加教会の死と継承性を認めるとともに、完全共同、売参を行うコミュニオンを結成した。後にスペイン及び、ポルトガルのアングリカンコミュニティ参加教会も、このコミュニオンに加わった。 ランドマーク派の主張する、使徒継承の歴史チャート図絵がカトリックと、東方正教会、下の赤い経図がランドマーク派及び、バプテスト教会、キリストの教会、教会の唯一絶対性カトリック、六甲教会元は、正教会や単性論教会の一部だったものが、分離して、ローマ教皇に直属したもの。元来はネストリウス派であったが、歴史的経緯から、 シリア系の単性論協会に変わったもの、マラバル協会とも呼ぶ。これらの協会は元カトリックであったものが国単位でルター派に改修したものである。詳しくはルーテル協会の項を参照。ありがとうございます。